大友さん、うちの若いもんがとんでもないことしちまって失礼しました。今日のところはこれで許してもらえませんか。村瀬はどうしたんだよ。こんな発射金とガキの指持ってきやがって何がわびたくなる。親父が外交で来れねえんだ。お前が親分の代わりかよ。俺だって頭やらしてもらってんだ。今日のところは俺の顔取ってこれ収めてくれ。何言ってんだよこの野郎。頭なら若い者の責任取ってめえが指詰めろ。こんなつまらねえことで俺の指詰めれるか。こんなつまらねえことだどこの野郎。てめえら池本組に喧嘩ふっかけておいてつまらねえとはなんだ。舐めてんのかこれ。そうは言ってねえよ。言ってんじゃねえかよ。悪かったよ。悪いと思ったら指詰めろよ。舐めてんのかこの野郎。やれよ。嘘だって言ってねえぞこれ。指ってんじゃねえぞ。早くやれ。やってるから遠回ってこいこの野郎。てめえなんかこれでいいからやってみれ。なんだてめえまで調子に乗るなってこの野郎。こんなもんで指詰めるわけねえだろ。なんだできねえのかこの野郎。早くやれよ。こんなもんじゃできねえってだろうね。あらまともな道具出せこれ。何が道具だ偉そうに言い合ってこの野郎。これでやってみる。やってやるよこの野郎。あっ痛い。なんだできないのかこの野郎。兄弟なんだ言ってるけどな、うちの親父がその気になったらてめえらみたいなちっぽけな組踏み潰してたぞこの野郎。おい村瀬組は三能会よりでけえのかよ。頭おかしいんじゃねえかお前。頭おかしいのはてめえらのだろ。かっこつけてんじゃねえこの野郎。おいこのバカ連れてけ。お前本当は引っかかったんじゃねえのか。違いますよ。みんなバカだな。もう少し渡したら倍になって帰ってきたな。そいつらこいつの指まで詰めて詫び入れてんのに恥ずかしくねえのかてめえ。あ？俺が言って話つけてくれ。動くんじゃねえぞてめえら。うんうんそうか。はい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 よ。やっぱりあの事務所はアダルト関係だっつってる。考えすぎじゃねえのか。ならいいんだけどよ。元はといえばうちの若いのがちょっかい出しちまったんだからよ。でもお前事務所出すんなら出すって言ってくれよ。勘違いするじゃねえかよ。あのクソ親父村瀬が出てきたら嘘吹きやった。てめえがやらしたくせに。でも自分の兄弟分と揉めるようなことしてどうするつもりなんですかね。シャブの上がりだってかすめてるわけでしょ。本家は本家で杯なんかやるよりただ村瀬の島は欲しいだけなんじゃないですか。そんなこと村瀬選手はやったら戦争になるんじゃねえか。まあ結局は俺たちの出番ってことでしょ親分。貧乏くじばっかりだよ。兄弟この辺で収めてくれや。あところだよ会長から杯もらえるって話うまくいってんだべ。おうそれなんだがよこの前の分じゃ足りねえってんだよ。少なくともお前んとこのシャブの上がりの半分もらわないとな。そりゃ話が違うじゃねえか兄弟よ。嫌ならいいんだぜ。アミと会長も忙しいんだからよ。
社務の件は会長に内緒にしといてやるから。杯欲しけりゃ金持ってくのが今の世の中一番じゃねえのか。なんだよ、俺が次回行って待ってくんねえしよ。ほら、金持ってきゃ大丈夫だって。おい、何が兄弟だ、あの野郎。金ばっかり滑りやがって。杯なんかわすんじゃなかった。